なんかなって思ったけど。再会、うん、再会開会みたいな配信しました。あれね、動かしたけど映ってるわ一応ね。ただいまです。なんか再会、再会、再会したっぽいです。再会だったら一番下再会、再会、開会みたいな。今日もさ白いシャツ、え待って、あと2万ポイントでさなるんだけど、えやばくない？ちょっと待って、結構ギリギリ頑張っとけばよかった。じゃあウサギになっとこうかな。ちょっとよくわかんないけど、一応ね、一応ね、まあ、なんかウサギタワーもあるよね、だって。そうそう、ウサギタワーもあるらしい。なんかお、なんかすごい、何落っこちたあのクマさんが出てきたよ、アリスみたいな格好した。なになに、なんだ、サイピョンもしなくていい、一応耳だけ出しとく。大丈夫、大丈夫、全然耳映んないや、きっとヘッピー腰にすれば。これはそうね、あのドライヤー配信できそう。バレンタイン公演でさ、あの燃えゼリフみたいなやつ当たったんだけど。あ、セリフみたいな、ロッカーのやつ去年したよね、うん、チームブルーかなんかで。カモン一発目でなんて言ったの、ん、なんて言ったの、なんかファンの人が考えた燃えゼリフみたいな、なんかゆいちゃんが面白かった、なんか歌の歌詞じゃなかった、ゆいちゃんのやつ。ゆいちゃんってジーナさんの感じだよ。なんだろう、なんだろう、気になるな、映像ないかな、なんか戻ってきたら、エメリの配信も画質が素晴らしいなんて、なんかも、サイミリーとお揃いにしたくて買ったよ、だってかわいい、推し活、誰、あやって、あや、お名前何、お名前ね、何人か、あやさん、わあ、すごい認知済みです、さすが。あれだね、やっぱね、いつもこうツイッターとかでタグ付けしてくれるの、インスタ、おお、だからだ、愛が届いたんですよ誰、うさぎの妖精です、誰T シャツはバズライトインヤーなのになんで半袖なのなんかわかんない暖房消す、ん、うん、ちょうどいいの、めっちゃちょうどいいん、半袖でなの、うん、季節外れ、今日めっちゃ寒くなかった、風強かった、めっちゃ寒かった、
ちゃ寒い。最近変だよね、暖かい日と寒い日の。なんでだろうね。あっちが雪降ってるからかな。まだ雪降ってるのかな。ね、なんでウサギなのにネズミっていうの？耳が見えないからじゃない。だってトカラしたら耳どっか行っちゃうよ。あ、いいんじゃない？これでもネズミに見えるか。耳が反っちゃう。おい、誰がロガジー。通知来なくて今気づいた。あ、うん、ミヤネ。今日ユウナが自己紹介でチーム T2 のって言ってた。しかも無意識。いや、あのね、本当に、なんか意識しないとね、多分みんな間違えると思う。よね、だってエミたち9年間一緒 T2 でやり続けてたからね。最初に始めてから 1時間経ってないから再開しても通知ない。あ、なるほどね。そういうことですね。そういうことらしいです。エミの大事な三つ編み出しとこうか。いらないね。うん。今チーム T2 って言えばよかった。言えばよかった。まだ引きずってる。いや、エミリーチーム K4 のって言ってるイメージないもん。なんか今言ってない。はい、山下エミリーですって言ってる。今日もざわついた。なんでざわつかせんの。いや、わかんない。勝手にざわついてる。こういう時はね、ざわついてる。 ABCD EM。 それはもう封印だから。チームブルーの時の自己紹介、あれはみんながいるからしてるけど、サイたちでね、とこで案内してもしきるだけって寂しいよ。え、50万ポイント達成したの。え、なんかもうちょっとなんかフューチャーするんじゃないの、こういうのって。あ、しれっと、なんかこのショールーム自体もさ、なんかパパンパンパンみたいな、なんかクラッカーぐらい出してほしいんだけど。うん、やーい、拍手。この短期間でレッスンしながら、講演しながら、ゲネ見ながら、よく頑張りました。すごーい、ゴイゴイスー。やばい、スーを差し上げます。え、うんじゃないよ。スーを差し上げます。ありがとう。わーい、これいつ届くの。てかあんま見たことないかもね。そのスタイルの扱い方。違う、ドライヤーだっけ。ドライヤー、これでいいドライヤー使ってるやん、うん、だからたまにはリファ使って両方使おう。あ、使わせてくれるんや。うん、あれはエミーも使うけど、うん、あのお泊まり来た人たちにも貸すよ。活用してもらうか。じゃあのドライヤーがね、あの溜まっちゃうんだよね。ま、待ちが始まっちゃうからさ、ドライヤー待ち。そっか、
ナコもミーちゃんも全員の使ってるもんね今。あ、そうなんじゃん。そうだよ、エミはだってどこにあるか多分2人分かってない、うん、たまにどっか行っちゃうからね。うん、本当はここが私の歌り。そっか、まだ出てないもんね。もう絶対これ、チャールストンができんのよ。痛そう。じゃあ、50万ポイント貯まりましたので、はい、まあせっかくのバレンタイン配信ですし山下エミリーさんには、ファンの方に向けてバレンタイン萌え台詞をしていただこうと思います。だるいって、そういうのいらんから。いやいや、何言ったみたいな顔してるよ。そうですね、今日も公園で言ったからもういいんだよ。知らんよ。公園見てない人だっています。よっ、待ってました。なんだこいつ。さっきまでダラダラとしてたのに。DMM 飛んだ。ごめんなさい。じゃあ、まあせっかくね、このね、可愛い桐山ちゃんの手作りお菓子もあることですし、自分が作ったように渡していただいていいですかね。よかった、いいよ。じゃあ画角はこちらでいいですかね。はい、はい。それではバレンタイン前ゼリフまで3、2、1。はい、バレンタインチョコあげる、心込めて作ったんだ。すいません、ちょっと前髪が崩れてたので。ドラマ撮影とかじゃないよ。前髪崩れて、別にそういうあの動画撮ってたんです。セリフがねちょっと違います。何も書いてないよ。ジョジョ園のカードを見るな。あのなんかもっとこっちが恥ずかしくなるようなやつお願いしてね。どういうこと。恥ずかしくなりたいの。なんかおかしくない。頭おかしくない。なんか皆さん、あのさ、なんか言ってほしいこと書いてよ。それで最後選ぶから。あー、なんてやつだ。なんかちょっと違ったよね、やっぱ。何がやねん。ほら、なんかない、セリフ。あ、そうそう、カメラ目線大事。こっち見て、自分を見るんじゃなくて。分かった。ときめきが足りん、うん、だよね。サイピョンがお手本見せてよ。早く。サイピョンだってどういうのか。よーい、アクション。いくよ。じゃあ、映らなくともちょっといい？いいよ。学校に人がいると思って。余ったから。ヘイヤさんってこと。積んでるもん。なんかさ、1、どうぞ。来たでいいです。もうそれでいいです。無表情でね、うん、その時にやってからは、はい、みたいなね。そう、最初はもうね、うん、じゃあね、あのサイピョンにだけ、うん、ありがとう。いえいえ、噛んだ。これ今何時。何してんだ。じゃあ、しいか、普通に。全然気まずくない。でもやっぱハッピーでクリアして。うわ、え、これ本当にクリアしたのかな。11時まで。明日早いんだ。怖いんだ。そうだね。
11時までやろうかな。じゃあの11時でそこサヤのファンの人見てるかな。多分見てると思うよ。あ、なんと朗報です。栗原さゆさんがショールームをします。こりゃ1日で50万ポイントだ。じゃあ、でも今日までやるイベント、強制タワーはタワー10個強制。こりゃ珍しい。サイビンがウサギしてるかもしれないよ。見よ。マジ星集めなきゃ。だって優しい。ブンブンブン、今から1時間で達成するかもねって判断したが、だってそういう人とかいんのかな。1日にやっただけで。いやいや、コツコツやるんやない、みんな。ああね、まあでもコツコツやってもらった方がね、ファンの人も嬉しいよね。こんなエミリーが毎日ショールームするなんてなかったですからね。ね、今日さ、そう、楽屋でね、エミリーがなんかあのショールームしなきゃみたいな、しなきゃいけないのにみたいな、なんかちょっと帰りがちょっと遅かったのね。あ、うん、思ったら遅かったね。そう、なんかね、そう、遅かったので、ああエミリー帰ったらショールームしなきゃだなみたいな感じで言ってたの。さあ、なんか今最近やってますよねみたいな。そう、やってるの。今ね、バレンタインキャンペーンのやつやってるからさ、それ参加してるんだよねみたいな話だ。で、そこでなんかドライヤーもらえるんだよねって思ったら、だからかって思ってただと思ったって、なんかなきゃしないよねみたいなって言われて、いやいや、そんなね、もう釣られたな。まあまあ、それでも、うん、エミリーのショールームを見たい人はいますから。なんかやっぱね、ちょこちょここう1週間に1回ぐらいやっぱやった方がね、みんな嬉しいんだなって思ったよ。そうね。エミリーマジで分かりやすいよね。達成なってた。54万ポイントなってる。おお。これや60も70もいけるんきゃん。失うな。はい。うん。エクボ浮きで飛んで。ねみ、エクボなくしたい。え、ダメだよ。ダメだよ。魅力半減するよ。ん？魅力半減する。魅力？半減するとか言うな。エクボなかったら魅力ないみたいな。いや、多い。エクボって。そうね。サイピョン。ある人好きやもん。サイピョン何なくなったら魅力ないかな。せ。うん。眉毛とか。まつげ。この人まつげなくなったらもう魅力ないわ。え？さ、半減って言ったらもうない。あ、違う違う。あ、すいません。まつげ今日全部揃う。まつげって揃うんや。でさ、この間さ、眉毛するときにさ、ウィーンってやつをさ使ってたのね。うん、多分下手すぎてさ、こうやってやってたのね、細めで、まつげまでウィーンって切った。最悪。マスカラしても伸びないみたいな。ありえへん。つけたらいいじゃん。あ、まつげね。かゆいよ、かゆい。ね、な、あの、時間かかる。かゆいかゆい。かゆくはない。今多分マツパしてたんだけどさ、多分ダメなんだよね、マツパ。目がかゆくなっちゃう。あ、いるよね、そういう、あのメイクさん。何？あれな、何言うの？あ、そんな方だ。急にあのあれよね、あのメイクとかそういうから。はいはいはい。メイクさんもね。うん、めっちゃ目開かなくなってたよ。この前直しの撮影の時にさ、ずっとなんか涙目で、おうおう、あ、目薬ずっとしてたね。言ったらなんか松葉の液が合わんかったのかもって言ってた。
そうだからね、多分ね、あんまりしすぎも良くないんだよね。多分な、ないなと思っても継続してる時にそういう症状があったのに、もうね、多分ダメなんだと思う。確かに。意味マスカラでもなるもん。今も たまに痒い。スパしなくてもだってすごいピンセットでピンピンピンってピンピンピン。ナナカがめっちゃ綺麗今もうマツキ。ああそうね。マツパしたってこの命がけなんだよね、マツパに。まつげに命かけてる。まつげめっちゃ綺麗。上がり方がめっちゃ綺麗。眉毛とまつげが大事なんだよね。なんか聞いたことある気がする。ナナカの眉毛もめっちゃ綺麗やな。ナナカって眉毛あるの？ん？眉毛あるの？毛あんの？うん、ないみたいに薄いのよね。なんかないみたいにまつげ綺麗だよね。眉毛ね。眉毛はわざとだしないよ、ないよねじゃなくて、なんかね、毛感がなくない？うん、韓国眉毛って感じ。うん、とっても綺麗。あれしてんのかな、眉毛サロンみたいな。行ってるんじゃない？眉毛サロンで、でもね、エミ1回、1,2 回ぐらい行ったけど、確かに変わる。描くの楽けど、痛い。うん、痛い。髪を耐えて綺麗になるんです。そうなんだよね。ねえ、みおちゃんもあれ行きたかった。アクセサリーでしょ。行ける日なかったんだけど、なんかエミもね、気になるんだ気になるんだとかじゃなくて行きたかったんだよはぁ、日本語難しいちんちゃ難しい。ちんちゃ難しい。困るわ。ラッピーがしてたって、みんな。いやもう、いやすごいよ。眉毛もやって、まつ毛もやって、ねえ、ねえ、肌もいろんなファンデーション試して。うんと、ウニは試してないけど、エミリア最後おすすめしたやつ、僕、うん、すごい、とか言ってやつか、コスメ女どもともに、荒牧先生とユーナとさえに、エミリがいいクッションファンデーを探してたんだよね、うん、クッションファンデ、楽にメイクしたくて、どうしてもで、クッションファンデがいいし、あのね、で、何がいいか聞いてやってもら、あの、探してもらったのよ。でもね、サイがつけるとね、綺麗なのにね、エミリーがつけるとなんか微妙なんだ。微妙らしい。サイがさ、1日目やってあげたじゃん。したあれやばかった。あの日ね、みんなにね、めっちゃ肌綺麗って言われたの。なのにエミリーがなんかやると技術の問題なのかな。なんだよ、不細工。綺麗なんだけど、なんか普通塗りが足りないのかな。いや違う、なんか抑え方が違うのかな。わかんない。メイク講座もしちゃうあとサイのお粉がめっちゃ合ってた。あーね、あのパフと。でも高いんでしょ。今日もらったドライヤー売って最低ドライヤー売って最低クッションファンデ、あのファンデーション買うと。そうね、確かになんかメイク、あんまメイクにさ、こうこだわりとかさ、そのなんていうかな、命がけ感があんまなかったからさ。コスメ大好きな人って本当コスメしか持ってないじゃん。コスメに気になったでしょ。いやコスメって言い方が気になったでしょ別に。え、なんかすごい。なんで、あなたはね、うん、コンプレックスがないから。いや、あるよ。適当。肌がもうコンプレックスだってことよ。ニキビできちゃうし。みんなあるやん、コンプレックス。なんか、うさいは口の形あんま好きじゃないとかさ。はぁ、何も言ってんの。見ちゃうとかあるの。意味は毛穴。毛穴じゃあ極めろってね
難しいよメイクは。やっぱでも女の子の人、まあ、研究すごいよね本当。肌は気になるんじゃなくて、やっぱなんか照明、うんうん、当たるとさ、うん、この前もさ、いびつな真珠か、うん、最後一発目で出てきて歌うとこあるやん、うんうん、あそこの照明の艶めっちゃすごかったの。あそこ艶ね。しかもあの花道のえみたちが芸能で座ってたとこあるじゃん。あそこはもうね、顔ガーンって映るね。だったからびっくりした。って思った。照明難しいよね。そう、顔がコンディションさえ楽屋で良くなってもさ、照明ステージ出た時にさ、ちょっとね、なんか今だから言うけど、ハート型ウイルスの時も、うん、あ、で誰かスタッフさんに伝わるかな違う照明画とかじゃなくて、うんうん、なんか真ん中カメラは結構白目に映るの、うんうん、白飛びじゃないけど、うんうん、で左カメラはちょっとね黄色みがかかって映るの。そういうのとかあって、で、それ BMM さんと照明さんにも聞いたの、うん、えすごいすごい、ここプロいますプロいます。でもこだわりこだわって、皆さんもなんかえなんでだろうみたいな感じなの。だから、まあ、解明されてやったんやけど。ああね、設定は一緒なのかね。ね、なんでだろう、まあ、照明の当たり方が違うやろね。あー、やっぱとこ細かく変えてんのかな、ちょいちょい、うん、すごいね、なんか気づかないけどさ、 DMM とか見ちゃったらそれで気づいちゃうっていうのがすごいね。めっちゃ 気になっちゃう。さいちゃんはそこまで研究して公園に立ってるので、そういう目で一旦もう一回見てみると、まあ探しちゃいますよねいやだから小田ちゃんが左側にいることが多くて、うんうんうん、小田ちゃんだけ黄色く映っちゃったらかわいそうじゃん。あだからちょっと気になっちゃって。みかんめっちゃ食った人みたいなみかんめっちゃななかがみかんめっちゃ食べてさ、手なんて一緒やわレッスンの時ななかみかんめっちゃ食べたやろって言ったら、うん、なんか手が黄色それは黄色くなるわうん、パンとかお菓子とかいろいろあるんだよね。ね、思った。エミたち何もなかったんだけど。いや、みんなそれぞれがね、なんか差し入れっていうか持ってきてくれるの。ああ。なんか秋がこれ、うん、みんなで。あ、気づいたんだ。なんかそういう時にね、もう元からレッスン中にドデカミンとかさ、うん、飲んだ方があのもう糖分とか気ない。気づいた。エナジードリンク系。うんうん。うん、事務所のさ、あの冷蔵庫じゃない。自販機のとこでさ、うんうん、それも買ったの初めて、うん、ごめんのさ、なんか缶のエナジードリンク、うんうん、え、確かに G え、かな、かピンクのなんかピンクグレープフルーツみたいな。あ、違うか。あ、じゃあ違うかも。え、エミ、黒のさんの G みたいな。え、G ピ、え、黒と緑違う。いや、真っ黒真っ黒真っ黒に G って書いてある。え、黒と緑ってなんだ。あ、モンスターモンスターじゃないやつの。じゃあそれかも。それのピンクバージョン。うんうんうんそれなんだ。なんかすごい、あそこね。え、あのさ、レッスン場の階で行った。うん、え、レッスン場の階のね、一番奥の方にさ、もう一つ自販機があるの、うん、でもえ、もっと奥。そう、会社があれだね、違うとこの会社なんよ。違うとこの会社から買いよう。いや違うでもそっちも多分行っていいんだよね。自販機買うぐらいだったら、そうそう、行ってはいいんだけど、行くまでがなんかちょっと緊張するのでもそこにしか売ってないってこと。そう、そこにしか売ってないのもあるから、一回見に行ってたまにはあっちに買いに行くのもいいなと思った。エナジードリンクって本当にでもエナジーって感じ。やっぱでも気持ちの問題でもあるよね。ああ、そうね。だって初日の日さ、リハしてゲネして本番だったから、うん、3回公演だったわけやん。だから前日ナコと2人でさ、うんうん、もう買いに行った。あ、いつだね。翼を授ける。翼授かった。いや、2人で一旦翼授けようって言ってナコがもうゲネ終わり、さえちゃん乾杯するよ言ってそう言ってそうで、でも楽屋の席も2人で隣やったよね。もう一個悪くない。え、もう一個悪くない。緑は意味ないけど、あ、あれオルナミンCよ。あ、そう。あれはあの荒牧先生がここ来た時に置いて帰りましたなんだ、ね、あそこの日本のの飲み物のサイドじゃない、みっちゃん。あ、そうなんや。一つを冷蔵庫に入れたもの忘れてるであったらあったで飲むやんな
販売した。だからミリのゲネの日絶対買ってった方がいい。エミ乾杯する人いないもん。そんな言うなよ。いるじゃんいっぱい。エネルギードリンク飲まなさそうな人しかいないじゃん。まあ強いて言うのはマリアグじゃないじゃない。え、あおちゃん、あおちゃん、あんま飲んでるイメージなくない？もうリポビタン D のイメージしかない。でで、なんだ。飲んでないか分かんない。え、リポビタン D？ リポビタン D じゃないの？ D じゃない、あ、D じゃないんだ。じゃあ乾杯してあげるよ。ゲネ、ゲネの絶対。エミみたいにギリギリ来ないんでね。本当で、あのエミリーギリギリに来すぎてなんか差し入れ買う時間なかったってヘラヘラ笑ってました。でもめっちゃ買う気満々だったの。なんか3期にだけでも買っていくとか言ったくせに朝そういやね。でなんかあのジュースとかも3期だったら欲しいかなと思って、フルーツジュースとか。えさ、ナコと2人で話してたもん。えてかエミリー起きたかなって。そしたらもうギリギリに来た。めっちゃさ家でさ、しかも中途半端な時間に起きたじゃん、二人のこと見送ってさ。うん、早かったもんね。そうで寝るか迷ったんよ、うん、一回二度寝して起きようかなと思って、けどそれをもうずっと起きてたの、うん、で携帯ずっといじってたら時間過ぎててやばいってなって、でも差し入れ買いに行かなきゃと思って、でとりあえず急いだんだけどダメでした。いや、そんな反省しとる顔してなかった。ヒラヒラしながら入ってきて、いや、じゃあ申し訳ないなと思って。でもね、あれでもね、あの急いで来たつもりなんだ、みっちゃん。エミだって、薄着だったでしょ、エミリー。カーディガンだけだったもん。それを着てきなよ、ちゃんと。知らんよ、それは。薄いたんだよね。1時過ぎとるし。ほんと？なんか普通に喋ってるの、映してるだけの会話だった。忘れてたね、ショール。忘れてた、ショールームって。そうやん。え、みんな大丈夫か？みんな大丈夫かな？ま、11時になっちゃった。ちょっとぺちゃくちゃ喋ってて申し訳ないです。じゃあショールームっぽく最後は。はい。なんか締めたいと思います。締めてください。今日は本当に、今日はっていうか。2月3日か14日今日まであのバレンタインイベントをね参加しますって言って、ここまであの皆さん出てきてくれてありがとうございます。本当に本当に本当にエミでも本当に達成しないと思ってたから結構諦めてたの。今日の配信もする予定だったけどめちゃくちゃもうあのあダメだと思ってやってたけど、まさかの達成したし、なんなら絶対もう60とかさ行ってそうなぐらい皆さんが助けてくださって、エミの願望のドライヤーをゲットすることができました。最後ありがとうございます。これからもね1週間に1回ぐらいはね配信できるように心がけますので、またその時は見てほしいのと、ドライヤーが届いたらドライヤー配信したいと思います。いつ届くのかな、わかんないけど、なのでかわいいお姉ちゃん。皆さん本当にありがとうございました。ということで私はこれから明日の K4 のレッスンを練習したいと思います。皆さんはぐっすり寝てくださいね。寝ることが大事ですよ、何もかも。睡眠って大事。睡眠もお仕事ですよ。なんで皆さんこの夜遅くまでありがとうございました。それでは明日はさえちゃんがショールーム配信するらしいので皆さんぜひとも、多分ね、多分だって、過去ね、仮ね、多分ともね、皆さんまあ、あった場合は、見に行ってあげてください。ということでランキングを呼びたいと思います。13位小次郎さん、12位親さん、11位ポンボンさん、10位あ、俊太郎さんね、さっき間違えましたね、じゃあ
俊太郎さん、9位、ケイさん、8位メタラーさん、7位ハンスケさん、6位イチさん、5位ウチュさん、4位リンダンさん、3位クサンさん、2位トミマルさん、1位つつも北海道さんです。本当にありがとうございました。短い期間で本当に本当に見に来てくださって、ということで皆さんハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン、おめでとう、ありがとう、おやすみなさい、お疲れ様でした、バイ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 、おやすみ、みんぜみみんみん